こんばんは、フルヤレンです。2023年6月2日金曜日、フルヤレンの校舎オレン第6回目の放送となります。この番組はアガリスクラジオ企画のモリエンテスラジオの番組の中の一つ、フルヤレンの校舎オレンという番組です。いや、早いものでこの番組も第6回目になりました。今日はね、新宿コントレックスが終わったばかりということで、そういうお話もねできたらいいなと思います。皆さん聞いてください。それでは始まります。アガリスクエンターテイメントのオリエンテスラジオ。さあ始まりました、フルヤレンの帽子やオレ第6回の放送でございます。いや、先日新宿コンプレックスファイナル終演いたしまして、ご来場いただいた皆さん本当にありがとうございました。さて、こんなところでですね、その今言った新宿コンプレックスファイナルに出演していただきました不条理コントユニットの、主催演出出演、まあプロデュースね務めながら、13歳より子役としてテレビ舞台で活動、演出業では舞台作品のほか映画監督としても活動しており、国内外の映画祭で上映されるなど評価も高い、これまでの全ての公演の配信映像、宣伝映像を自らの手で監督編集している平田純也君にゲストでお越しいただきました。どうも、よろしくお願いします。いや、ありがとうございます。本当に面白かったです。ね、初めて、まあ、そのコンプレックスとか練習だった、そうですね、前の週に本当1週間前とか本公演がやってたそうなんですよ、僕のトマトの番組っていうか、初めて見させていただいたんですけど、来てくださって面白いと思って、いや、よかったと思ってちょっと緊張してたんですよ、次の週コントレックスあるみたいな、はいはいはい、で、あの回に富坂さん、朝越さんも、お呼びしてて、みたいな中で、これで、バッタバタで土茶滑りとかしたら、ちょっと来週行くとこないな、みたいな。そういうプレッシャーの中で、よかったです。お母ちゃんとスタッフ。その、ね、本公演でもやってた、テーマが。はい。もうコントレックスでやってくれて。そうなんですよ。ちょうどその、アフタートークの時に、富坂さんと朝越さんに、ちょっとネタ決まってないですけど、どうしたらいいですかっていう相談を、結構僕らとしては意外で、なんか結構渋めのネタかなっていう気がしてたんで、これが思ったよりいろんな人にハマるかもしれないのかって、ちょっと嬉しくて、なんか自分らにはちょっとニッチかなと思ったぐらいだったんで、じゃあぜひっていうことで、コントレックスにやらせていただこう。あ、そうだったんだ。あ、でも、もう一つだけ言いたいのは、本当もう、その、まあ、3週終わってからですね、まあ、その時点でネタが決まってないだったりとか、まあ、その後のいろんなことも含めて、本当プロデューサープルやレンタルも課題になると思います。そして今日のこの収録も約1時間遅刻してるずっとごめんなさい本当だよ、すいません全然全然そんなことない。コントレックスの話をするには、いや、ここだからこそ言えることなのかもしれないですけど、プロデューサープルやレンのかっこよさを皆さんに。ちょっと待って、ほんとそれね。僕は本当にこれを伝えずして、これはもう今日帰れないって。これカットするよ。いや、でも本当に、いろんな事情があるんですよ。いろんな団体さんが出られるし、いろんなね、スケジュールだったりとか、なんかこう、おのおので、もう僕らもそう、まさにそうだった。はい。そんな中でももう始まったら、まあ思ってて、ずっと、そこを明るく。いや、気を回し、もう、すごいアンテナをずっと張りながら、めちゃくちゃ爽やかにずっとケアしてくださった。いや、すごいなと思って。これカットしなかったら恥ずかしいな。いや。いや、嬉しい。本当だから、でも本当にメルトには、持っててもらえてよかったなと思って。富坂さん、朝越さんも強いワンチャンって言ってたと思うんだけど、俺も、だから見に行った時に、強いワンチャン、おしれーなって思った。嬉しい。でも実際さ、その、他のお客様からの反響とかもあったんじゃない？いや、ツヤは、僕らも本当に、だから初日明けるまでそんなつもりじゃなかったんですけど、やっぱり一番なんか、やっぱ良かった良かったっていう声が広がっ
って、うん、あ、なんか、ちょっと複雑だと思ってたけど、これが一番むしろ伝わってやりたいことが届くんだ、みたいな。意外と。全体的に皆さん、なんか、つやにワンちゃんは、この前回の本公演で初だった。そうです。新作だった。新作7本。そう、新作7本。そもそも番組で発行したんで、挑戦かなと思ってたんですけど、そう、自分たちとしてはそういう感触だった。そう、そうですね。でもじゃあそれ逆に嬉しいよね。いや、あ、なんかこんだけ自分たちがやりたいことをなんかこうフルスイングしたっていう印象だったけれども、それが一番お客さんにも届いたっていうのが、あ、なんか息があったというか、なんかすごいそれは嬉しい体験でしたね。シェルターっていう1年前のネタをやるっていうのを、なんか今回、うちの団体としてはなんかこう一番来てもらう人の、メルトしてくださってる人へのなんか服になればいいなと思って最初に決めてたんで、で、ツヤやるかってなって、で、新ネタやるって言っちゃってたんで、でも言っちゃったの絶対理由があって、この6月に今度僕ら賞レース、ある賞レースに出なきゃいけなくて、その賞レースのために、絶対ネタ作んなきゃいけないだろうって1ヶ月前は思ってたんで、はい、新ネタじゃあそこでかけて、じゃあお客さんの前で試そうと思ったんですけど、それと全く関係ない新ネタをやっちゃったっていう。なんか自分で自分の首絞めた。尺もすごい限られてるし、みたいな。で、なんか今まで書いたネタでやればいいのに、新しくまた書き下ろしちゃって、この後また賞レースで一ネタ作んなきゃいけないっちゃったっていう。そういうのもいいよね、メルトって。で、やっぱ、デザイナーのさ、しぶきくん、はいはい、がいるわけじゃないですか。そうですね、デザイナーいて、劇作が、うん、で、本来、普段の職業、書籍の編集やってるやつがいて、うんうんうん、僕が映像やってて、みたいな。で、もう一人保育士なんですけど、うん、まあ、そうなんですよ。保育士さんっていうのは、どういうつながりそこにねじ込んでた？いや、なんか保育士はもともと僕が一緒に10代の頃から演劇をやってた。あ、そうなんだ。佐藤由紀というロン毛、はい、ロン毛の、一番髪が長い方のロン毛ですね。ロン毛が二人いるんでややこしいんですけど、まあ、一番髪が長い方のロン毛の佐藤由紀っていうのは、僕が10代から一緒にやってた、まあ、もともと子役の事務所というか、まあ、スクールというか、習い事みたいな、なんか、ぼんやりしたところにいたんですけど、そこで一緒に、習い事感覚で彼は、ね、演劇やってて、みたいな。で、それがなんか、巡り巡って、年を追ってたら、なんか知らぬ間に国家資格を二つ持ってた。幼稚園の保育士を持ってて、すごいな。今だから彼は週5でちゃんと保育園で先生お子さんの面倒を見てるんだ。やって、すごいな。でこの間のコントレックスとうちの公演は2週間の有給を取得して、強気有給を取得して、で2週間まるまる、2週間まるまる有給取って、もう全部稽古も何もかも集中稽古も全部備えて。一番ロックだ。いや、かっこいいわ。有給取ってる保育士がやっぱり舞台上にいるっていうのって、ハラハラ。なんか、コンプレックス終わったらもう、さっそうと帰っていったもんね。ああ、次の日から。もうそうだよね。子供の面倒見るのが始まるから。そうだよね。ちょっと早めにね。かっこよくも帰る姿が。探偵、あいつなんかわかんないんですけど、後半になるにつれて、芸人さんとかもいろいろね、いらっしゃったりしてたのもあるのか、うん、どんどんなんか楽屋で喋る人間になって。俺らも見たことないぐらい、まあ、緊張したら喋っちゃう、変な癖がある男なんですけど、もうなんか、軽妙にすごいなんかトークをなんか、全然回し始めたりしちゃってて。そうそうそう。なんか、ヒヤヒヤしてて、なんか思ってた感じと違うなぁと思って。なんか、ね、松戸和館のね、休憩時間なんかちっちゃくなって寝てるようなやつだったはずが、なんか、うわーみたいな、芸人さんたちとうわーって絡んでみたいな、なんか、俺大丈夫かなみたいな、失礼してないみたいなのが、ヒヤヒヤしてた。実はね、その、今回、メルトにも出演してた、アレマスさんの方から、はいはい、メルトのメンバーは、はい、本当にみんな、人見知りだから、はい、本当に何とかしてくれと。あ、それが、メルトの、頼むから、保護者枠、それは何とかしてくれと言われてたわけです。でも、その、いざ、じゃあ劇場入りして、話してみたら、全然そんなことなくないと思って。いや、よかったです。なんか、ね、逆にだから行き過ぎて大丈夫かまで行っちゃったんで、僕らもちょっと意外だったんですよ。はい。あいつ芸人とかになった方が幸せだったかもなって、みんな話しちゃう。なんか、すごい楽しそうだったな。そうそう、だから2日目か。2日目豪邸になるか、して、芸人さんたちがさ、こう、出番前にさ、みんな、スーツに着替えていくわけじゃない？で、その中に、もう、準備して着替えてる、ゆうきくんとか、スーツ着てて、
現場、こっち側かなみたいな。ぐらい向こうで盛り上がった。だし、すっげえのキャラが立ってるなぁ。いや、そう。ゆうきくんだけじゃなくて、メルトのメンバー、みんないいよ。やばい、変な人間が。本当にキャラが立ってる。たまたま集まっちゃって、ああいう感じになってる。そう、正式メンバーじゃないんだけど、洋介くん。はいはいはい、坂井洋介。俺、洋介くんとか大好きなんだよね、あのキャラクター。いやぁ、古谷くんがそう言ってもらえるの嬉しいですね。いや、本当に面白いなぁと思って。彼も僕が13歳から、僕が13、はい、彼が15歳の時から一緒に演劇やってたりする仲なんですけど、あまぁ、あ、ずっと隠し玉みたいな存在で。才能を置き換えたんだね。才能を置き換えたんだけど、うん、表に出るっていう能力があまりにもないから、誰にも知られないっていう。自ら行くタイプではない。そうなんですよ。ただ、何をやらせても音楽作らせても脚本書かせても、ものすごいものを作るんですけど、本当にとにかく前に出たり、人となんかこう、一個ずつ階段を積み上げていくっていう作業が苦手すぎて。あ、なるほどね。だからなかなかこう世間に知られない。でも、リーサルウェポンとしては、秘密兵器としてはもう今回完璧な。はいはい。なんかこうキャラクターというか、そういったものも彼自身も伝わってよかったな。いや、その、本公演で見た時から思ったけど、本当にキャラクターが立ってて素晴らしいなと思って。いや、でもキャラは、でも、あれじゃ普段から別にずっとお芝居やってるっていうわけじゃないんですよ。全然違う。だから、僕ら、なんかこう、マルチ、ね、クリエイターですみたいな、ほら、デザインもできます、映像もできますって言ってるんですけど、うん、一番できないのがお芝居。すごいかっこいいフライヤーってやるんですけど、なんか普通の人が単純に処理できるお芝居にこれやってこうみたいなのが一番苦手です。そういう、だから全然なんかお芝居の方がもっと必要だろうっていうぐらいの、うん、まあ普段生活のリズムっていうのは、うん、なんか外の舞台出たりとか全然ない。僕以外はほぼほぼない。VJ だけ、はいはいはい。まあコントロックスでも流したけど、はい、あれが本当にかっこいいなぁと思って。いや、そうなんですね。なんか、その、なんて言うんだろう。一歩間違えば、その、言い方悪いかもしれないけど、うん、ちょっといけつかねえな、みたいな。そうなんです。でも、そこのラインが絶妙だなと思って。いや、そうか。かっこよくて、でもなんか笑えちゃうんだよ、見てて。それが、その塩梅がうまいなと思っててさ。いや、そうなんです。いや、それが今回一番、うん、まあ、まだまだ調整できるなっていうところもあったんですけど、うんうん、音楽が、まあ、酒井と、僕で、今回、コントレックスで流した寿司蘇生っていう曲は、うんうんうん、あれ僕が作ってるんですけど、はいはいはい、なんか、酒井と相談しながら、で、他の全部の曲酒井が作ったんですけど、うん、その、で、映像も馬場くんっていう、ずっと馬場浩太っていう僕と、はいはいはい、彼もずっと一緒に僕演劇やってくれてたんで、うん、映像を今バリバリやってて、で、彼と一緒に映像は僕と彼の共作で、はいはい、音楽は僕と寄ってる相談してっていう感じでやってたんですけど、うん、その、ともすれば、なんか、分回したらめっちゃかっこよくなっちゃうんですよ。うん、そうなんだよね。で、ただかっこいい。かっこよすぎるとなんか、腹立つじゃないですか、振り返って。なんか、スタイリッシュね、はいはい。ああ、そっちのやつね、はいはいはい、みたいな、ああ、おしゃれおしゃれ、みたいな、なると、笑いねえなと思って。で、あ、一番怖いのが、めちゃくちゃコント滑った後に、あんなにセリフを繰り返すことがあるから、もう、いたたまれない。確かに、確かに。この辺の心配もあったね、なんかこう、ちゃんと、なんか、親しみやすさを残そうね、みたいなのが。うん、まあ、トマソンの方では、ラップをするコントがあるんですけど、あれのトラックとかを4パターンぐらい作りましたね。すごい。本格的な、まず、いわゆる、なんか、ギャングスタラップって言われる、いわゆる悪い人たちが、俺ら悪いんだぜっていうのを、怒るようなラップのテイストの、じゃあトラックにしようっていう方向性だけ最初決めて、作ったら本当に悪くなっちゃって、なんかめちゃくちゃいかつい音になってて、これちょっとなんか怖いまであるかもしれないね、みたいな。なんかちょっとなんかアングラっぽい匂いのするコントだったりしたんで、うんうん、なんかちょっと怖いまであるかもしれないから、ちょっとポップにだんだんしていこうみたいなので、4パターンぐらい最終的に行って、4番の音になったりしてで、4パターンの中から1つ選んで、最終版を作ってみたいな感じでやったり。だそういうのをしているせいで、小屋入りの朝7時、8時かまで僕は映像編集してるし、みたいな。トマトの時そうそう。マジでで、乗り打ちだったんですよ。マジか。その日の夜7時に開演っていうので、でもほぼ、小屋入りしてから1時間だけ。そんなのダメすごいね。そんなことをし
全部積んだ車を、うん、その状態の俺が運転して下北沢に向かうっていう、うん、一番怖い。危な。あれが成功した瞬間、あ、この公演は成功だと思った。そこクリアしてやれば。クリアしてやれば。みんな同じですか？みんな、佐藤祐樹だけ一個下で、坂井陽介はまだ正式メンバーじゃないですけど、準レギュラー坂井陽介が2個上。あ、そうなんだ。2個上と20。今年7の代。ああ。ジュニアが今年25の代。ああ。そうだから、エマさんの1個下。古谷君の2個下が坂井陽介。ああ。で、その2個下が僕になるんで。あ、そうなんだ。そうなんだ。だから、98年生まれが一番多い。地域、後ろ、僕が。はいはい。いや、本当にいいチームだと思う。ラーメンとは。いや、本当、アガリスクの皆さんになんかそうやって言ってもらったのが本当に嬉しくて、うん、僕はこうやってなんかこう、ね、一人で客演させてもらったりとか、富坂さんの個人企画に、の、作品出させてもらったりとかで、なんだかんだこの5年ぐらい、なんかこう、近場をこう、ね、うろうろさせてもらった。うん、で、もちろんなんか知ってはいたんですけど、この1年で自分が団体をようやく始められて、はいはいはい、こういうの、自分は頑張るんだぞと思ってるものと、うん、今までこう、すごくなんかこう、はい、面白いって、どんどん新しいものを作ってるって思ってる先輩たちとか、なんか交わったのが、なんか本当に嬉しくて、めちゃくちゃ優しくなんかこう受け入れてもらってっていうのが。本当にいいチームだなと思ったのに、その姿を見てね。いやそのお芝居だけじゃなくて、なんか終わった後にさ、楽屋帰ってきて、メンバー間でこう、いろいろ話し合うわけじゃない。そうですね。もうその姿が、やっぱかっこいいなと思って。いや、全員ちょっとピリッとしたりしてる。超恥ずかしいですよね。あんなの。で、ただ、それこそさ、今回出演をした、普段は、はいはいはい、後ろゆうとくん。と、もうやっぱり長いの。後ろは、もう、高校3年間同じクラスで、あ、そうなんだ。大学のゼミまで一緒っていう、気持ち悪なから。ではもう、悪友だね。もうそうですね。で、ずっと、で、なんでメルト始めたのって、たまに聞かれることあるんですけど、うん、僕と後ろが、大学2年以降ぐらいで、すげえ暇だったんですよ、うん。もう、暇に暇を重ねた暇みたいな状況の時に、うん、深夜にずっと電話してたんですよ。暇すぎて、お互いが。はいはい、彼女もいないし、みたいな感じで、二、うん、人で電話してて、最初は別になんか、最近こうで、みたいな話で、うん、あれ見たみたいな、あれ読んだみたいな話してたんですけど、深夜2時ぐらい超えてくるともう話すことないんで、こういうことあったら面白いよね。あ、それだったらこういうこと言うよね、みたいな。空想で始めて。空想、もう妄想空想で始めて。そしたら、やりもしないコントのアイディアが、山のように蓄積されてたんです。はいはいはい。で、それがなんかたまりに溜まって、で、社会人になって、1年経ったぐらいの時に、そろそろあれなんか溜まりすぎてるからやった方がいいんじゃないかなっていうので、始めたのがメルトだったりするので、もうそういう中ですね。いや、だからか、あのチームワークは本当にすごいなって思った。そうですね。だから全員、だからもう、しぶき、後ろ、僕が高校の同級生。うんうんうん、で、佐藤とか、坂井陽介は、僕が13歳から、その演劇で一緒だった人たちなんで、うん、かれこれだからもう全員ほぼ10年ぐらい。わー、すごいね。の人たちも、いろんなところで出会った10年ぐらいの付き合いの人たちがこう、グッと集まってるみたいな感じで。もうお互いをやっぱりよく知ってんな。まあ、そうね。親の顔まで大体知ってる。その前の顔も知ってるぐらいの感じですか。はいはい。そういう付き合い。いや、ほんと、羨ましいよ、そういうの。ほんとに。いや、なんかそう言ってもらえるとっていう。うん。麦わら海賊団みたいじゃん。いや。そんなにいいことだよ。僕らはもう、この1年間、いつ壊れるかもわからないぐらい気持ちでやってたんで。確かに、仲いいからこそ、付き合い仲いいからこそ、まあ、ぶつかるときももちろんあるし、ね。もちろん、そうですね。で、なんか、誰かが、いいやってなったらもう、いいやってなっちゃうっていうのを、なんとなく、まあ、昔、団体やっててうまくいかなかったこととかもあったんで、みんなそれを感じながらだったんで、いや、このコントレックス出してもらって、いろんな人にこう、知り合えたりとか、褒めてもらったのは、なんかめちゃ、一年続けて、よかったねって、お互いでなんか、普通に言い合えた感じで、本当にありがたかったです、ね。そうだから、結成して、まだ1年。まだ1年だ、6月で1年、ちょうど丸1年。あー、おめでとうございます。ありがとうございます。何度も続きました。いや、1年続けることになりましたもん。さて、ここからですね。はい。ちょっと。はい。
降りて純也に相談がありました。なんか、あの、やっぱ、純也が、はい、根っからのラジオ好きだということ、ね。あ、そうですね、ラジオ。そうですね、ラジオと名乗ってもらったら 何があっても行く。何でも行く。で、今回も。そうそう、ラジオだって聞いたんで、うん、もう何も聞かずに行く。そうそうそう。で、一つご相談がありまして。はいはい、はい。まあ僕は、その、ラジオを聴くっていう文化が今までなかったわけですよ。まあ、ぽいっすよね。うん。ぽいか。いやもう、今までの、おっさん俺を聞いてる限り、ラジオがなんか、まあ、ラジオっしょ。どういうラジオがフレアレンっぽいかってことですよ。そう。で僕は、フレア君の一番いいなと思うところは、うんうん、全然上がりすくっぽくないって。上がりすくの、あんな、理屈シチュエーションコメディーみたいな。え、もう一回、もう一回、理屈シチュエーションコメディー的な、上がりすくエンターテイメントの、なんか、一番理屈から遠い男。いや、これね、いろんな人に言われる。だから、なんで上がりすく入ったのみたいな。悪い意味じゃなくてね。そのフレアレンっぽさ、うん、まあ、僕はやっぱスターだと思ってるんで、どこに、なんだろうな。スタープレイヤーで、ブレないっていうところが、社員賞で決まりした時は僕なんですけど、はい、やっぱどんなに追い込まれた稽古帰りだろうと、どんなに緊張する本番前だろうと、やっぱちょっと重心後ろ目で考えて、楽しませてもらいましょうやかってやるかと。印象悪いね。それが本心だとしたらもうね、もちろんですけど、本心じゃなくてハッタリだったとしても、めちゃくちゃかっこいいじゃないですか、それって。そんなことやってるつもりなかったけど、そうだったら。始まってもらいますわ、感というか、はいはいはい、なんか、すべてに対してちょっと、ま、お寺に拝見ですけど。あんなの前で。すっごい印象悪くないこれ。戦いを経てよりスター古谷蓮がさらにスターになったっていう、うん、
確かにね、一人倒せばどん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 ね、大きくなって。ナポレオンを超えた後のフレアレン見たくないですかってことですよ、ね。確かに。信長超えた後のフレアレン見たくないですか。俺、自分が楽しいんだもん、それ。そうっすよね。まあ、まだ想像つかないですもんね。想像つかない。でもまだ、まだだから、ちょっと、その、野生のスターすぎて、ちょっと外と、やっぱ、張り合って、ね、そうだね。あの、ジャングルの奥地で、すごいいっぱい石投げ続けて、結果160キロで投げてるんだ。で、まだやっぱ、まだね、大リーグに挑戦してないから、自分がどのぐらいか分かってない。まだ人類と接してないから。そう、そうだ。だからそこに、やっぱ皆さんが大リーグの、やっぱ、強打者を、アテンドしていくっていう、うん。はいはいはい。そういう、なんかこう、企画になればいい。でも確かに、やっぱ、だってね、ドラゴンボールの悟空だって、最初は、まだ山にこもったの。そうっすよ。そういうことだ。そう、やっぱ、そこでやっぱ、ピッコロと戦う、ベジータと戦う、はいはいはい、で、最終的に、ブー、セル、ブーと戦っていくっていう、やっぱ、だんだん。そうだね。そうですね。やっぱ、それで、セルに勝った時、セルやブーに勝った時に初めて、あ、悟空って本当に最強なんだなってみんなが、わかるっていう。そうだ、そういうことだ。でも、やっぱり、その第1話の悟空から、セルに、勝つための素質はあったってことだよね。そうだね。逆から見れば。今、フレアレンにある素質最大限皆さん引き出していただく。それを、だから、自分で引き出すんじゃなくて、やっぱね。そうです。皆さんの力をお借りして引き出していく。比較対象がないと分かんない。うん。そうですね。いや、でもこれ面白いかもしれないね、これ。さあ、フレアレン防衛への。いやー、お、面白いわ、これ。だからもう、有史以来、世界で一番のスターだということを証明するまで続けた。そうだ、そんで、まあ、ゆくゆくはね、ゆくゆくはもうハリウッドにも、ハリウッドにも行っちゃうような。そうっすよ。もう リアルハリウッドにも殴り込みって。殴り込みだね、それは。もう全然勝てるなっていう風になったら、まだわかんないです。ハリウッドに。まだ、自分とハリウッドのちょっと、やっぱ、測れないじゃないですか、やっぱり。やっぱそれはやっぱ、まだ戦いが、戦績がないっていうだけ。そうだね。戦いを作っていく。で、やっぱ倒していくごとに分かって実感できるもん、ね、自分も。そうですね。ちょっとこれ、マジで、ちょっとやっていきたいな、これは。やりましょう。面白いもん。なんか、その、いや、さすがだね。いや、もう。ラジオ好きっていうだけあって。いや、ラジオの構成などもやっていただきますし。俺もう、いくら考えても。思いつかないな。まあでも、スターなんでね。スターはやっぱり、与えられたものを、やっぱこう、自分色に変えるのが、はいはいはい、やっぱスターは自分から生み出さなくていい。うん、でも、ディカプリオが何喋るかじゃないですから、ね、やっぱディカプリオがこの役やったっていう。ああ、確かに。そういうことです。そう、じゃあ俺ディカプリオだ。ディカプリオ。ダメだ、これカットしちゃう。もう上が、まあでも、少なくともやっぱ上がりつくのでディカプリオ。なるほどね。もう上がりつくのディカプリオと。とりあえず上がりつくのディカプリオ。いい様だ。いい様だ。これからはね、上がりつくのディカプリオ。そうですね。上がりつくのディカプリオがやっぱ世界のディカプリオと張り合うまでの皆さんに、皆さんの手にかかってますからね。フレアレンをジャングルの、ただの、ジャングルで石を投げてる、なんか、ただ最強だった。ただ歴史には残らないが最強だった男にするのか、それを世界中のスターにするのか、皆さん次第。いやー、それ、いや、ほんと、ありがとう。これは、面白いと思う、その企画で。ぜひぜひ、ちょっとね、ご応募、お待ちしております。これ、ちゃんと詳細も出していこうと思いますので。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、面白いわ。助かる。ありがとう。やっぱ、メルトで、いろいろアイデア出してやってるだけあって、すごいね、頭の中で。結構、やっぱ、人を見たら、やっぱり。そういうのも、やっぱ、うまいよね、なんか。それこそ、プロデュースみたいなね、やっぱ、やってるだろうから。そうですね、なんかこう、そうですね。一応、なんかこの人こう言うのみたいなのは。逆を言うと、俺、本来は、前人から言われたことがあるんだけど、はい、君は、その、素材は面白いんだけど、はい、あの、誰か操作してくれる人がいた方がいい。すっごい。全員そう思ってたもんね。そうや。打席、いい打席が来れば、絶対に見たことないホームランだって。なんか、知らぬ間にほっといたらサッカー始めてる。違う、今違う、今ね。サッカーボールで卓球しようとしたい。違う。全然なんか効率悪いから。そういうことじゃないよ。この頭脳羨ましいです。いや、これ簡単
に、反対に考えると、実はこれ僕の弱点なんですけど、うん、自分のことが一番わからない。いや、深いわ、でも。でも、俳優平田純也のプロデュースが僕一番苦手で。自分自身自分自身をどうやって、やっていくかが、一番わかんないですよ。え、それなんで？客観性が一切なくなっちゃう。確かに。その瞬間に。自分のことになるとね、やっぱり難しいよね。これを、どの順番で、どの面を見せていけばいいかとかを、人だったら、あなたまずここからこうで、こうで、こうで、こうしたら、あなたの人にたくさんあるよって、パッと出てくる。自分のことなんか、まあでも難しいよね。やっぱ自分のことを客観的に見るって、その普段生きてる中でさ、あんまやらないじゃん。そういうのって。結局主観になっちゃうから、それって本当難しい。俺も、まあ、俺なんか特にわかんないんだけど。だから実はさ、そういう、だから自分の話してると、え、天然なのってなんか言われるから。まあでもなんか俺もわかるな。うん、確かに天然っぽい部分もあるけど。そう、自分のことがない。そう。で、そこが、でもやっぱ魅力だったりするとも思うんだよね。その、デュエに限った話じゃないんだけど、メルトのメンバーとか、もう才能に溢れた若き精鋭たちみたいな感じのイメージを持たれがちだと思うんだけど、その、接してみると、コントロールでやっぱこう、ね、いろいろ話したりとかする機会があったけど、接してみると、あれ意外とポンコツ。いや、そうなんです。全員ポンコツ。いや、いい意味でね、本当に。良くも悪くもですよ、これは。もう全員マジでできないこと、本当にできなくて。ダメなんですよね。いや、でも本当にそれが、でも、逆にその好感を持てたりという。ああ、よかった。そういうふうに言ってた。なんか、やっぱ年相応の、やっぱりまだ若い青年たちなんだなっていう。よくね。みんなだからこういう感じで部屋ぐっちゃぐちゃだし、うん、忘れ物をするし、うん、遅刻するし、みたいな。なんか、あ、忘れてましたなんか。全員忘れてたからもう誰も責めらんだみたいな。いやー、だからほんと、やめると多いよね。これからどんどん活躍していく。いや、ありがとうございます。頑張ります。え、次回のなんか出演情報ですか？次回は、はい、まずですね、そうだ。トマソン晩春、古谷君見てくださった、トマソン晩春の配信が6月10日からの8時から、配信開始ということで、これが1ヶ月間ぐらい見れるのかな、ようになってますので、今、はい、チケットも発売中なので、まあ、4K 収録した映像を、うんうん、編集し、さらにまあ音質とかも整えて、そして3回分の、アフタートークも全部収録したのが、アフタートークも全部はい、これが通常料金で買えて、さらに支援、配信支援チケットご購入の方には特典映像で、まあ、VJ、はいはい、途中で転換でやったらVJ の素材を、オリジナル画質で、収録した、はいはい、完成形というか、舞台上で見れなかったものも全部見れるような形で、お見せできるものを特典映像として付けたりしますので、はい、よろしく皆さんチェックしてください。はい。もう本当に皆さん、僕も言いましたけど、面白くてかっこよくて面白いの、本当に見てください。本当に、いや、本当にすごいなと思ったんで、これはぜひいろんな人に見ていただきたいですね。はい。で、さっきは言ってなかったけど、探偵のね、ネタとかもあって、それもすごく俺は大好きだったんで、もう全部面白いんですけど、本当に。ありがとうございます。ぜひ、ぜひ、皆さん、見てみてください。はい、ということでね、なかなかいい企画になってまいりましたので、いかがでしたか？いやー、でもやっぱり、ラジオがわからないと言いながら、レックを回した瞬間のこの底抜けの明るさ、やっぱスターを。あんま言わないでしょ。恥ずかしいじゃん、それ。ギンとこう、何かオーラが開けた。皆さん、これやっぱスターフリアね、そのままにしてね、ぜひ皆さんの手で、本当のスターに、やっぱしていかなきゃな、これ改めて感じます。いや、本当にぜひ皆さん、お願いします。僕を育て上げてください。皆さんの力で。はい、ぜひよろしくお願いします。そして、そして最後にですね、アガリスクの今後の活動内容でございます。はい。今回ちょっと多いんですね、こっちが。はい、まず、鹿島ゆき子さんが、猿芝居、ブラザルインスパイアシリーズ、下町のショーガールに出演いたします。期間が6月21日水曜日から25日の日曜日、よろず劇場でございます。はい、そして次。はい。えなみゆきさんが、多数一第39回公演、平安。
6月28日水曜日から2日の日曜日まで、チーム緑駅前劇場でということですね。はい。はい、期間としては28日から2日目、7月2日まであるんですけれども、ゆきちゃんはね、チーム緑だけの出演になりますので、詳細は、ホームページなど、アガリスクエンターテインメントのホームページなどに載ってますので、そこから参照してください。はい。はい。で、次が僕自身ですね。古谷蓮が劇団水中ランナー第15回公演、普通じゃない普通、迎える人々を重ねた人々という舞台に出演いたします。はい。今回、二作品同時上演ということですね。期間は4月5日水曜日から10日月曜日までなんですけれども、僕は迎える人々のみに出演いたしますので、ぜひぜひ、お間違いのないようにご予約をお願いいたします。はい。こちらの話はですね、出産現場の待合室での出来事をお願いします。心は温まるストーリーとなっておりますので、ぜひ皆様見に来てください。はい。で、これ面白いのが、はい、この、6月28日から2日、7月2日まではゆきちゃんが駅前劇場でやって、はいはいはい。それが終演した2日後に僕が駅前劇場に、くっついてるんですね。劇場入りするっていうね。あ、もうじゃあ前後の、そうなんですよ。2週連続で上がりつくエンターテインメントメンバーが、駅前劇場ジャックを、駅前劇場に帰るというですね、なんか、劇団っぽいなーっていう、なんか、いいっすね、なんか自分で言うのもなんですけど、ちょっとかっこよくないかっこいい。なんかかっこいい、これ。いいなー。うち、他のやつ100円しないから、これないからな。たまたまこういうことがありました。はい。なんで、ぜひ日本ともやってるから、2週連続でね、はい。全部見に来てください。で、そして最後に、はい。最後じゃないか。富坂さんが、新作書き下ろしのレプロエンターテインメント主催、沸騰予算会議というですね、富坂さんの母校、校内高校をモデルにした、もう、新作書き下ろし。校内ものの新作は久しぶりだと思う。そうね。いざ生徒総会組じゃないですか？だと思います。あら。はい。なんで、これはもう、一体どんなお話なのか、僕もまだ全然知らないんですけど、絶対面白いと思うので、ぜひ見に来てください。はい。はい。で、期間は4月6日、木曜日から9日、日曜日の、はい。浅草襲撃でございます。で、最後にですね、社員賞、僕も、矢田くんも出演した社員賞が、今年、はい、なんと、東宝版で、はい、再演されます。そして日程なんですけれども、8月18日金曜日から9月4日月曜日まで、こちらが22公演ですね。シアタークリエにて、18日金曜日から9月4日月曜日までとなっております。そしてなんとなんと、今回は兵庫公演もございまして、9月15日金曜日から17日日曜日まであります。全26公演ですね。いや、これはすごいロングランだ。これもうめちゃくちゃ楽しみなんで、僕も見に行きます。皆さんもぜひぜひ見に行ってみてください。お願いします。はい、ということで、古谷蓮のこうしておれんゲスト、平田純也くんでした。はい、ありがとうございました。楽しかったです。はい、ありがとうございました。また来月お会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。